ちょっと見せてやりましょう。うん。はい。じゃあどっち先行く？じゃあ今度私銀河にしますね。はい。行きます。あ、そっか。最初の文字を紹介します。うん、文化島殺人事件、うん。最初の文が、仲良し6人組で船に乗り、文化島へと向かった私たち。うん、まさかあんなことになるなんて夢にも思っていなかった。から始まり、うん、途中の文が、すでに2人も殺されているというのに、ものすごい嵐で船は欠航。完全に隔離されてしまった。うん、そして最後は、こうして全てが解決したのであった。難しいですよ。難しいね。これをタイトにやるっていうのがかなり難しいね。巻いていきましょう。はい。はい。では、じゃあ、いきますね。お願いします。文化島殺人事件。仲良し6人組で船に乗り、文化島へと向かった私たち。まさか、あんなことになるなんて、夢にも思っていなかった。島に着くと、私たちは、じゃあシャワーでも浴びる？ということになり、みんなでそれぞれシャワーを浴びに個室に入った。キャーっていう声が聞こえて、慌てて駆けつけてみると、二人死んでいた。なんだこれは！でも、よーく見ると、血の跡がずっと、その、シャワールームから続いているのを見つけた。よし！私たちで、この二人の仇を取るしかないんだ。そして、歩いていく。四人で追いかけていった。その足跡。そうすると、あるところで途切れているのに気づいた。すると、それは、六人で乗ってきた船着き場だった。船着き場で足跡が消えている。でも、外はすごい嵐。どこへ逃げたんだ？すでに二人も殺されているというのに、ものすごい嵐で船は結構完全に隔離されてしまった。どうしよう。もののけでも出たんじゃないかしら。私たち、このままだと殺されるんじゃないかしら。どうしよう。怖くなってきた。怖い怖い。しかもあの死体どうしよう。ピューとかーン。その瞬間に、すごい地響きがとともに爆発音が起きた。なんだ？あっちの方行ってみよう。行ってみると、そこには、円盤状の乗り物が、ハリウッドだ！ハリウッドや！え、なになに？それは、なんか、すごい銀色のものが出てきた！我々は、日本を自分のものにしようと企んでいる、宇宙人です。ちょっとやばい方向に行ったらどうしよう。我々に従ってくれたら二人を生き返らせてあげよう。まず脳にチップを入れさせてください。そんな、あ、なんでと思っていたら、よく見たら周りに、あれ、さっきいたはずの二人がいない。どこへ行ってしまったの？まさかあの宇宙人はあの二人なのでは？どうしよう、どうしよう。回収のつかない大作映画みたいになってきている。どうしたらいいんだろう。あ、私は走って逃げた。走って逃げ。いかだを作り脱出した。こうして全てが解決したのであった。ダメだ、もうこう、本当は、なんか、こう、学芸会的な、なんか、主人公に仕掛けたサプライズだったんだよ、みたいな方に持っていこうと思ったんだけど、ダメだった、はい。私もそれ考えたんですけど、うん、こっからどうしたらいいのか、もう分かりませんでした。私も分かんなくなっちゃった。ダメだ、ミステリーダメね。難しいですね。ちょっとやばかったですね。いやー、疲れたね。疲れました。これはちょっと、もうちょっと練ってやりたいですね。そうですね。うん、そうしましょう。精神統一して。もう一回やらせてほしい、どっかで。うん、はい。あたかも読書ですね。難しかったですね。難しかったですね。以上、スマギャン7福